ざ始まりは一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。看病のあるそばそれはいつもどう慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを知った。もっと近い設定でもっと近い関係で出会えるシチュエーション選べたらよかった。もっと近い性格でもっと近い価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。背中に揺れてかけていた、いやいやでも甘いな、いやいやグッバイ。それじゃ僕にとって君は何、答えはわからない、わかりたくもないのさ。ただ一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。誰かが偉そうに神からんライのローに何一つとしてピンとこなくて、異国の窓から見下ろした知らない街のヤンケイみたいだ。もっと近い設定でもっと近い関係で出会えるスパイス選べたらよかった。歌って君の心でかっこいいって私も言って、好きだとか無線に君に